松田学です国会議員と対談をするという松田政策研究所をずっと続けていますけれどもこの与野党問わずですねいろんな方と国政について議論をするということで今回はですねこのチャンネルでももともとおなじみなんですが。 あの水野子参議院議院員この間の参院選でですね初当選をされまして、えーまあ、どうなるのかなと私も心配してたんですが見事当選されましてですね今日は参議院会館のお部屋に伺ってですね、えー、この国会議員になって一体どんな、はい 感じなのかというあたりもを含めてですね、いろんな話を聞きたいと思います。水野先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もでもあれですね、おめまずはおめでとうございます。あ,ありがとうございます。あの宇宙母さんということで、うんはい、今もそういうことですね。はい、はいはい、そうですか。はい、あの国会に実際に初めて入られて、はい、まずどんな 思いをされていますか。印象というかですね。そうですね。えー、まあまずはあの皆さんお久しぶりでございます。あの、えー、あのその説いろいろと先生にもお指導いただきながらですね。いろんなお知恵も賜りながら、私は今日はバッジをつけて先生とあの対談させていただくこと、はい、皆様にお会いできることを本当にありがたく嬉しく思っています。あの宇宙さん水野元子です。はい、<laughs> それであの、えー、そう先生あの私も初めてあの国会の場に行くと、えー。えー まあ、いろんな意味でびっくりすることが多くてやっぱりあのなんかテレビの中に自分が入ってるようなこうちょこんと、はい、であの私は新人ですから前から2列目前の方もしテレビ映ることがあれば、はい、左側の前から2番目に青いのを着てだいたい座ってるんですけどそうするとあの岸田総理とかいろんな方がこう,、ね、もう目の当たりにするわけですよ、ねはい、お話をされたり答弁されてこれがもうあの私たちの。 いわゆる国民の日常的な感覚とは全くずれているこれがやっぱり仰天というか腰が抜けるというか普通はダイジェスト版で一言とかテレビでしか見なかったりあるいは容姿みたいになってると正直もう少しまともな議論をしているのかなと思ったんですけどなかなかこれは日本の政治の劣化というのはとんでもないところまで来ているなというのを感感じじていますひひししとられ例えばどんな時にそんなこと感じられましたか あらゆる局面なんででですすけど、えー、まあ今で言えばまず防衛三文書の改定ですよね私も内閣委員会所属で行政改始委員会などでですね、はい、あのまず防衛三文書年末に改定するんであれば、えー、その位置づけもちろん憲法上の位置づけもそうですそれからどんなジャンルに私であればやっぱりインテリジェンスとかですね情報力で外交につなげる,なるそういう世界であるいは人材育成そのための。うん ということがやっぱり必要ではないかという、うん、そういうけんけんがくがくの議論をです、ねはい、国会でや,やらないとこんな大事な問題、うん、それが皆さんやっぱり閣議で決めてしまうわけでですよ、はい、で閣議で決めて、はいはい、その計画上あの要は総理大臣と閣僚の皆さんで決めてしまってその結果これぐらいの額が、えー、しかもその国会が終わってから、はい、その増税かどうかという話を自民党の中の税制調査からこれは一 一体これはあの民主主義本当に崩壊してしまっているこういうところを見るとですねうん、うん、やっぱり政権を交代しないとですね私たち野党頑張らないといけないといいいうう思いを新たにしていますそうですそでよね、うん、大事なことはもう国会の外側で決まっていてそ,<う>それでまあ来年通常国会始まってから論戦になりますが、うんはい、その時はもう全体が全部大枠が固まったものを出してきて野党どうだと。うん 言ったところでいくら反対してもそのまま通ってしまうと、うん、そ,うそうもう数の論理でもう通ってしまうんですけど、はい、でも皆さん、えー、国会というのは大事なことを議論するのが国会だと思うんで,うで,うで国権の最高機関ですから、ね、そうで大事なことをむしろ議論しないで決めて,、うん、決めてしまう傾向がすごく強いと思うんですよこれはやっぱり、はい もう中身をどうするんだ、献金だかなと議論があって、えー、その上ででさまざまな、えー、その皆さん、それぞれ議席の中で私も賜りました民意の中で送っていただいているわけですから、そういういろんな意見を出したでもで、もう国を守るためにはこうしようというふうに決めていって、うんうん、そのためには財源どうするんだという議論をやってこそだと思うんですけど、本当にこれは、もうどうしたらいいかなと思います。 税の話って民主主義の根本に欠かす。財政民主主義ですよね。<laughs> 財政民主主義そのもので、国民の、に断りもなく。 それが国会での論戦もなくですねもうなんか2024年度以降ということまでは固まっちゃいましたよねこれってどうなのかって思っちゃいますいやこれがやっぱり近年のですね各機で全て決めていくある意味の官邸主導がちょっと行き過ぎてしまった中で本来的にはそれをの機構造的にとめる制度が制度上の保障が必要なんですけどまずは野党がですね一丸となってですね そしてまずはこうしっかりバランスを取っていくその上で制度上のしっかりと民主主義の保障を作っていくそういったことを一つずつやり直していくしかないなと思います。うんうんうん、やっぱり野党が弱いから、うん まあどちらかというと自民党はどうせ弱い野党だからと鷹を食っているこれがね私もこう最近もう皆様にこう演説される中で本当に申し訳ないとある意味思います私も歯がゆいんですけれどもその野党が力になれていないことですねでもこれはやっぱりですね 私たちが政権を取るんだという思いで、うん、あの変えていかないと、うん、どうせっていう世界ではもう止めることできませんからどうせとこっちが思ってどうせと向こうが思ったら、うん、もう何も民主主義なりませんからその通りですね。 あの今日はあの私は参政党の立場でなく松田政策研究所の代表の立場で話をしておりますのででも今おっしゃったことはこの参政党も全く賛成 <laughs> ということだと思いますね。<laughs> はい、それでですねあの確か JAXA に席を置きながら選挙に出たということをされてたんですよね。はいはい これからとの関係私はお世話になった JAXA からやっぱりある意味の利益相反になってしまうと思うますけど JAXA の代表として例えば組織内の議員として出てたわけではないのでそういった意味ではこれから JAXA って法律もあるいは予算も国会で決めるところでございますからそこまでは是非とも私も家計を背負っている立場の中でご理解賜りながらですねおいてだいてたわけで休みを取りながらですけれどもそういった中で今回はあの うん、おかげさまでイグジットというかですね、はい、卒業させていいだいてそういった中では私は先生にも前松田先生にも前お話しさせていただいたように立候補給食制度をですねむしろしっかりちゃんと作らないと、ね、という思いも持っておりますあの普通の国民が普通にこの選挙に出られるにしないとやっぱり民意が反映されないしいい人材が成果にいかない。うん そうなんですよちょうどそういうチャレンジ適齢期の方はやっぱり子育て時代だったりもしてあるいは介護の方もいらっしゃると思うんですけどそこで家計を投げ打ってっていう中ではものすごく私のようにある意味無謀なものがやっぱりと思って立ち上がる人はいなくはないですけど私やっぱりそれぞれの方が生きていく中でここおかしくないかもっとここ変えようよと。 それを社会にお返しするのが政治だと思うんですね。だから皆さんそれぞれがあの政治にチャレンジする権利とあるいは未来世代に対する責任もあると思うんです。そういった中でやっぱりこうもっと政治業界への参入を下げていくこと。それには本来は。 先生はね、あの公務員になられたから、日本の前は公務員は出てはいけないって決まってますけど。ね、一般の方は出られるわけで、でね、公務員で私もなかったので、出させていただいたわけですけれども。そういう形で、あの育児休暇のような、立候補休職制度を作りたいというのも。公約に掲げて、頑張っています。素晴、うん、らしいことですね。はい。あの、まあ、私は昔住んでたドイツもそうですし、うん、フランスも、あの官僚をやっていて。うん、それで代理士やってる間は、その、なんていうんですかね。 出向扱いになって辞、うん、めたらまた元の局に戻ってこれるっていう仕組みだって聞いたことありますけどねそうやっていろんな国々は人材をいかに国政に活用するかっていうそう,、ね、そういう工夫をしてるんですが、うん、日本だけは全て,を捨てないとと国政に出られないいいうわゆるその地盤看板、うん、カバンと言われている、はいはい、日本ではそのような方しかある意味政治家になれないと言われちゃってるような、うんうん、でも皆さんそんな方いらっしゃったら手を挙げていただきたいんですけれども。はいはい こちらから見えないですけれどもあのいわゆる世襲の,の方、えー、そして何でもいろんなことをできてしまうお金持ち、えー、あるいはちょっと職がなくなったって何とかなるわけですねあるいは受かりやすい、まああのまあ、テレビに出てるような有名な方、えーえー、この3方って。 3種類の方って人口構成上、うん、私は1%もいないんじゃないかと思うんですけどそ,す、ね、そんな珍しい方が日本の国の在り方そ,、ねえー、そして日本のお金の使い方を決めていて、えーえー、だからこそ民意と会議しちゃうと思うんですね回避しちゃう国民から見たら少数派の人たちが決めてるっていうおかしな話ですよね、うん、それをやっぱりみん,なみんなで変えていくために政治に助成しましょうそしてそのための制度をぜひ作っていきたいと思います。あ、ねはい、ありがとうございますす水野先生はあれですよね これから参議院議員として、はいまあ、いろんな政策に取り組んでいかれると思うんですが、はい、やっぱり今一番関心のある政策ってのはどういうのううはい、私は結構欲張りなのでしかも、えー、あの3年しか私の場合はあのいろいろな事情もあって、まあ、2か月半の選挙戦っていうのもあってああ3年しかない参議院としては補欠枠なんですけどもうそれでもこうやりたいことがいっぱいあってですね、はい、こういった形であの公約にしてるんですけれども、えー、一つは元気な産業を働く人の笑顔 うん、それは私が JAXA で28年働いてくる中で産業が競争力を失っていくことを何とかしたい、うん、そして働きながら子育てあるいは介護、うん、笑顔でできる社会じゃないと少子化という壁を越えていけないと思うんですねこれが今やっぱり一番自分の中で思いが強いですそれとともにやっぱり未来の人材、うん、これを育成していくこと、うん、教育費が高いですよね日本は海外ではドイツとかいろんな国うん、うん、学費が、えー かからない国ってたくさん増えてきてるわけですね。そういった意味では教育学費のですね無償化を所得の制限のない形で早く進めていく。そしてもう一つですね、マイスター制度。ええ どいだ私こういうこれこそがですね一つ必要じゃないか個性を伸ばす教育えこれを早いうちから専門教育をしていくことでその子が自分らしくあの生きていけるあるいはこれが競争力になっていくある意味工業高校農業高校の活性化のようなそういった形での教育の投資をしていくことこれが2つ目で3つ目はやっぱりちょっと平和の問題この防衛三文書もやっぱりですね 国境は守る大事です宇宙から見たら実は国境はないんですけど、まあ、人類が作ってしまった以上、まあ、ある意味国境というのはなあの大事なんですけど戦争だけけじゃないわけですねあの国連をもっとちゃんとする国際裁判所制度をもっとちゃんとするあるいはちゃんと外交をしていくそれにおいては実はインテリジェンスをはじめとした先端の技術でしっかりと情報をつかんでそれでもって外交をするような。 そういう、その先端な外交をできる国になってほしい。四、うん、つ目は、やっぱり女性ですね。<ー>日本において、はい、あの女性がまだまだ自分らしく生きることが難しい環境。うんうん、これは、日本が女性らしく生きることが、日本の課題であり、日本の未来であると思うんですね。そういう意味では、女性が、自分らしく生きていく環境とともに。女性が、例えば、政治にクォーター制度などで入っていくと。暮らし重視の、やっぱり、政策っていうのは、やっぱり現場が、やっぱり提案があるんですね。 日本ではやっぱり女性が暮らしに近いところ家庭でも職業でもになっていることが多いのでそういった意味では女性が暮らしを守る政治に変えると4つを抱えてあげていますけれどもやっぱり。 一つ目でしょうかねやっぱり28年 JAXA でやってきましたからやっぱり宇宙開発なんかの先端技術、はい、これはでも国防にも重要な役割を果たしますよねなので私もまだ弱敗ですけれども、うん、党内のいろんな意見交換会で手を挙げて結構果敢に発言してるんですけれども。 私はやっぱりむしろホワイトハッカーのようなですね、うん、あのちゃんと情報をですね情報戦で勝てるそれは情報を取れるとともに情報網の問題なわけですね、うんうん、別にあのスター・ウォーズのような宇宙の戦争っていうのはこう、ええ、そういうものではなくてですね、ええ、今あの GPS とか、ええ、これはあの米軍がもともと開発してはい、はい、それを民生に転用してきたシステムであるのはご案内のとおりですけれども、うん、じゃこれがしっかり情報網として高端性を持たないと、うん、やばいよやばいとねな,なかなかなかがい 戦行動もできない。それの戦いなわけですよ。そういう意味では、こう武器を。 いいろろ買って、まあ、特に日本の場合原発もいっぱいありますからもう今は武器の技術上がってますからそういう意味では武器を買い並べてしかも海外からですよ日本国内から買ってほしいのに海外から燃料飛交渉もしないって言って日本はもう世界ではちょっと笑われてるところあると思うんですけどそういう中で高い武器をです、ね、買い揃えて海外から並べて国は守れ,んですか守れるんですかとそういうあるいは少しでも敵基地攻撃能力みたいな。 勢いのいい話が出てますけれど皆さん今中国の方が軍事費上なんですよ海外の方がそういう意味で何かあった時には反撃されてそしてその時には原発もいっぱいあってでそういうところにも突っ込んでしまったら日本はおしまいなわけですねですからそこの前の予防としては先端の技術人工衛星も含む先端の技術で 実は情報収集衛星、うんうん、私も先日の内閣委員会で高市大臣いらっしゃる場ではい、はい、あれはどうなってるんですかということをお尋ねいたしましたけれども基本的にはもう20年も前から、はい、その情報収集偵察衛星ですね、導入しているわけです。こ、はいはい、これどううしているんでですすかねとろなわけ基本的には あのまあ半島のところとか東アジアのあたりで,ですねどんな行動が起きているかというのは宇宙の目いろんな目を使って情報を集めておく、はいはい、そして J アラートというのはその発射された後のもう もう何分、10分の勝負ですから、はいはい、そこで何とかするというのはもう、もう最後のところなので、手、ね、前のところでしっかりと情報を取って、うん、これはそろそろいろんな注意をしなきゃいけないというのを国民の皆様にお知らせしながら、うん、このファクトでもって、うん、外交的に国連で、うん、あるいはあのアメリカと同うう作戦行動、うん、あるいは周辺国にこんなことをして、うん、まずいでしょうということをですね、突きつけていく。うんうん、そういうういい意味では宇宙という先端技術が今 戦略勇気になってますからそういうところにこそですね、うん、3文書改定するんならそうじゃないですかという議論も国会でやりたいのに国会では議論全くないですからね。私もあるところで見たニュースなんですが、うん、中国ってあの人工衛星を撃ち落とす技術がすごいって聞いたんですよね。であれに対して必ずしも西側に十分な防御力持ってないって話ってはい、はい、もう完全に今やねあのウサでって言いますかね宇宙サイバー、うんはい、電,電磁波って言いますが、はい、その世界に入って。 えー、本当に大丈夫なのかな？っていうのは心配になっちゃうんですけどね。うんうん、あ,、えー、あ人工衛星打ち落とすっていうのはもちろんやろうと思えばやれちゃうっていうのはそのどちらかというとパフォーマンスなんですよ。別に人工衛星が使えなくなる。うん、いわゆるその機能が、えー、機能を破壊すればいいので、うそういう意味ではその下からそのあるんですけど、えー、そういう形であの？ 中国もやりましたしいろんな国も多少やってるんですけどデブリが出ちゃうわけですねそういう意味では本当は望ましくない結局は宇宙という非常に貴重な生活を支えている空間を使えなくしてしまうのでそれはやるべきではないというのは国連でも義務的な法律は作り国際法は作りづらい国連の環境であるものがあるもののみんなそれはって言ってるんですね。そそううい意味でははこより この人工衛星の機能を破壊するプログラム破壊のようなそういうところですそういう世界の方が本来的には言われている宇宙の高端性人工衛星の高端性これを落とすじゃなくてこの人工衛星がもう機能を停止させるそれで先ほど申し上げたようなむしろホワイトハッカーとかそういう人材をむしろ日本は育ていろんな先端の技術で陸戦じゃない形でしっかりとですね 抑止力というかですねい、ええ、ろいろ安全保障を高めていくべきではないかなと今回のウクライナの戦争でも、うん、あのイーロン・マスクがですね、はい、すごい情報、ね、あれを提供して、はい、それがかなりこのあの弱小だったウクライナがあそこまで前線しているという背景にあるといいますよねす、はいはい、だからそういった意味で宇宙技術やいわゆるサイバー技術というのがうあの軍事力がそんなにない国でも 互角にロシアと戦えるまで持っていっちゃうと。いうぐらいの力を持っているわけですね。は,すねはい。そういう意味では、えー、あの、やっぱり情報力、情報。ですからね。うんえー、で、そういう意味では、前、昔は、こう、うん、打っても、ここを狙うわけですけど、うん。はい。はい。今はも。う。もう動いていくものを追っかけていくわけですしね。そう,ですねそういう意味では、この情報が狂ったら、どこに飛ぶかわからないわけで,、うんそ,でね、その、その情報網を破壊するというかですね。そこが、まあ、ある意味でのし、しゅ、戦域になってきていて。うんうん、で、そういった中では、ドローンとか、人が、うん。 まあ、死なないような死なないような形での戦争に進化しているのに、うん、今の三文書どうですか古いような武器をたくさん買い溜めようとして、うん、すごくコスパが悪い議論をしているのに、うん、そういったことでいいのかという議論すら国会でできない。うんねうん、あ,のあれもですね最初にこれねあんまりこう言うと叱られるんですが、はい、でもね GDP 比2%で数字ありきで,、はい、でいつの間にか48兆円か30何兆円かで足しにいって43兆円になって、うん、で増税だよと。 だけど何をどういうふうにしたら日本の国が防衛できるかっていう議論がすっぽり抜けてる少なくとも国民には全然見えてない、ね、そうなんですよね。でただあのおっしゃったようにトマホークを買うとか、うん、そういうことなのでしょうかとアメリカから高い武器を買うことがそれが予算を使って防衛することなのでしょうかっていう議論がありますよね。うんはい、それが抜けてますよね。そうなんですで、ね、この間党の勉強会で申し上げたんですけれどもあの結局はアメリカ大事なパートナーです。うんうん なので大事なパートナーとどこを分担して国を守るかだと思うんですね。でいわゆる盾と矛っていう議論があると思いますけれどもあの何かあった時にはアメリカがある意味での反撃をすると日本は守りっていった時に守りを強くすするとといううものの一つが情報力だと思うんです今アメリカ全世界今ウクライナのこともあってですね全世界にこう目をこう情報収集力っていうのは 東アアジが薄くななっているでではかと思うんすよそういう中ではじゃあ日本こそが東アジアしっかりと情報を取りますよ。でそういうところにこそですね投資していきますよっていう。 こともあると思うんですよ。すねうん、あの、アメリカが本来やってくれるはずの矛の部分が、うん、縦のん、の部分ですね。はい、攻撃力を補完していくっていうのはずれてきてるわけです。で、そのそのミサイルとか買うって言うんではなくて、うんうん、もしそれを日本がどんどんやっていくとしたら、日米同盟は何なのかっていうことなわけですね。うんうん、で、そういう意味では、もともとは。日本は心のこと。縦の中では守りの中でで何かあった時にはアメリカがというのが。 ベースだとしたら私たちは縦をもっと強くする情報を強くして、うん、でそれをアメリカとに提供できるだけ頑張る、うん、その辺によって先端の技術を磨いていく、うんうん、そういうやり方もあるじゃない,かなと思います、まあ、確かにあの、うん、今、アメリカもだんだん東アジアが撤退している中で自分の国は自分で守れなっていう感じになっている中で、うん、でも日本はアメリカではできない部分例えば情報なら情報の部分であれば、はい、アメリカも日本を守る戦略的価値が高まるということにつながりますよね。 そそれははおっしゃることはその通りですねで今まであのサイバー私も昔サイバーセキュリティやってたんですけども、うん、サイバーセキュリティって一種の攻撃を先にしないといつ攻撃されるか分かんないという,、うん、う,う,うこれようやくねアクティブディフェンスっていうのが今回入ったんですけども。うんうん そういった意味で、いろんなね、憲法上の制約が大きい。専守、うん、防衛っていうところですね。はいはい、これはこれからね、あのだいぶ大議論になるんじゃないかと思うんですけども。サイバー上の、えー、あの攻撃が、その専守防衛との間というのは。うん、まあ、一つの論点だと思います。うんうん、なので、あのしっかりと、ただそれは。今までの、その、いわゆる、こう。 陸のうで、ね、どう定義してそれをある意味認めていけるかどうか、うんうん、でもう一つ私はこの間アメリカでいわゆる戦略宇宙部門を立ち上げた方、はい、トランプ政権のもとでできてたんですけれどもとこの間ヨーロッパで宇宙、うん、国際宇宙会議があったので、うん、お話を、まあ、元々もともとの仲間、うん、あのし 教授なんですけれども、うん、お話をペイ先生ですね。お話しした時に言われたことが一つあってです、ね、それ等にもお伝えしたんですけど、勉強会であの,あのクリアランスの問題ですね。はい、で,すねで、基本的にはあの心配されてたのが、うん、結局のところ一般のあの民間の。うん 国民じゃなくてですね特定のやっぱり情報に触れる方についてはこの間の山上容疑者の問題いろいろあると思うんですけど基本的にはそういう自衛隊あるいは防衛省の中でですねそういう特殊というかですね非常に機微な情報に触れる方っていうのはやっぱりどんな素性の方かとかそういうのをしっかり取らないとやっぱり情報って渡せないんですね。そそそうううういっっっったととところをしかり実はは日本本だけががの基基準ちちょ緩くてなゃ的にも 最終的には日本にリアルタイムの最新情報を渡せなくなるでここは私たちもしっかり考えていかないと一般のの国民皆ん個人情報ではない単にその方がそうであればその作戦行動というかその事業には担当になれないということの話であるのでそうでないとやっぱりもしかしたらスパイのようなもしかしたら情報が漏れやすいところの方はやっぱり難しいというのがこの安全保障の機微なところなのでそこはそこでしっかりやと やっていく必要があるかなとうん、うん、あのそこおっしゃっていただいて大変私も心強いですね,ね、うん、自民党でもそこのところセキュリティクリアーさんをちゃんとやるのかどうかちょっとまだ見えないところが、うん、<laughs> そうなんですよ自民党さんそうんですよね、うん、そこはあのむしろ野党からも言っていただいた方がいいですよね、うん まあ、あのこれがないと例えばですね、うん、あの半導体でアメリカと日本が協力すると言っても半導体の技術も中国に、うん、もう燃えて、ね、しまうんじゃないかとう、ね、いうふうになってしまいかねないっていう、うん、これそういった意味であのうち今防衛の話から入ったんですが、うん、結局この防衛っていうのは日本の技術水準を高めると、はいうね、いうことでも非常に大きな 経済活性化の面でますね。はい、そういう捉え方はされてますか。すね、はい、えー、あの、もちろん、ね、あの、ダ、えーバとか、海外ではそうなので、えー、一番の、あの、先端、えー、例えば、ストッキング、私も今日入ってますけど。これも、nasa の技術だったり、防衛系の技術とか、いろんなものが、こう、転用されていくわけですね。g. P. S. <S GPS が、もと、もちろん、一番いい例ですよね。うん、ね皆さんが、今、あの、ナビゲーションで使っているものは、軍の技術なわけで。やっぱり、なんだかんだ、国を守るためには、いろんな。 技術はないかって各国を攻め合うので、うんうん、あの非常にスピーディーに、はい、あの先端技術が生まれる場所ではあるわけですね。で,すねうん、で、それをまああの日本の場合はあの過去の戦争中のいろんなあの大学がいろんなものをこうまあ望んでないけれどもやらされたっていうような記憶の中でですね、はい、どうするのかというのが今の議論の一つだと思うんですけど、うんね、まあ少なくともその先端あの安全保障の領域、うんうん でのの技術への投資研究への投資というのが、えー、とその未来の技術を開いていくデュアルの技術ですね、うん、あの基礎技術というのは基本デュアルなので、うん、いろんな例えば何でしょうねマッハいくつとかそういうものを、うん、なんかアクチュエーターとかいろんなものっていうのは世界最高性能を目指すっていう世界においては何に使うかって決まってないわけですね。そ、うん、そういった中でそこに対してもあの まあ軍軍というかその安全保障の領域というのも必要な技術とか投資をしていくわけですね。でそういったものをやっぱりあの日本の一つの技術を磨いていくためのまあ一つの大事なあの投資であると私は思っています、ねはい。そうですよね。はい、でそういうものに対して今までちょっとねタブーみたいな感じで触れようとしなかったというか大学も研究ばかり並んというのがちょっと行き過ぎていたような感じがするんですので、ね、これがあの、えー、まあきっとあの希望して しないで巻き込まれるような形で進められちゃうとやっぱりどうしてもそういうことは嫌だってデュアルであっても基礎技術であっても嫌だっていう方もいらっしゃると思うんですねだからむしろあの基礎技術であったらいろんなところから投資を得たいっていう方はそういうところでもあのとそういう形でも投資を得ながら研究ができるで自分はあくまでもですねそういったことはお断りするという方のそういう思いも大事ですからそこはしっかりその なんですかね,、うん、すね積み分けられるような形で運用されるといいなと思いますけどもお互い出身校である東大はそうです、ね、もう極端に軍事転用される恐れのある研究はするなっていうものすごいあれがありまして、うん、私も客員教授でサイバーセキュリティをちょっとやったことあるんですがちょっとねあの防衛省に関係するような話は全部ダメだっていう。うん ようなことだったんですね。サイバーセキュリティであってもそうなんですからですね。でもそこはちょっとね行き過ぎてるなっていう感じはありますよね。あでもこの間そんなそんな話というか普通に雑談してた方がその方研究者だったんですけどおっしゃられましたね。そのだったら文科省に予算つけてくれと。まあだからこれがあのやっぱり防衛装備庁とかからついてそのあのいろんな研究どうですかって言われるとやっぱり。 やっぱりといううころ出てしま最終的にはですねであれば同じ基礎研究先端研究であればまずは文科省とかですね経産省そういうところがそういうことをやった上でそこでできたデュアルなものを安全保障的に使ってやってくれればいいんだけどなとおっしゃった方がいてだからそういうのもやっぱりいろんな意見としてですねそれは十分ディスカッションしなきゃいけませんね防衛省がむしろ主導してっていうところがあってもいいかもしれませんねそれですね。 you <sighs> うんまあ、な,ないいいが逆におかかしうあまら、ね、防衛省が主導するその防衛研究所もありますしいろんなところでやるっていうのもあれば、えーえー、もしやその大学の方々が気持ちよく今の日本の平和を大事にしたいと思う中では気持ちよくその研,究にじゅあの研究をやるっていう場合はまずは大学というところでそのやりたいっていうんであればそういう予算をこちらからつけてでその出てきたものの特許なり何々をですねいわゆるその安全保障セグメントが使いやすく、はい するっていう,うす、ね、やり方もあると思うんですそ、ねはい、らく中国の軍,軍事費っていうのはそういうのはだいぶ入ってるはずですよね。いろんでそういうのを全部入れて国防という概念を作ってますからねそういった意味で今回少しあの国防の概念が広がるみたいですけれども、えー、そしてですねやっぱり教育ですよねうん、うん、大事な話はですね、はい、で多くの政党が教育が大事だと言うんですけれども。 水野先生が考えている教育っていうことについて言うと私やっぱり個性を伸ばすということで私の子どももそうですけれども勉強嫌だなななんんてたくさいいるじゃですか例えばゲームとかうちの子もゲームが好きで勉強そっちのけでやってるの見るとうんって心配になりますけれどもこれは親のちょっとエコ意識化するとこれは IT 人材じゃないかとかって思うわけですけどそういう子たちがですね大体高校ぐらい が不登校も含めて多くなっちゃう中高のところでそういう子たちがこう目を輝かせてですね世界を目指すゲーマーになろうかプログラマーになろうかっていうような形での新しいですね工業高校とか農業も同じだと思うんですけどそういう形でですね、あのー 頭がいいのも一つのももつ個個性性でですすとても大事な世界をリードするいろんな子になってほしいけどうん、うん、だいたい8割ぐらいの子はそれで偏差値だけでランキングされちゃうともうがっかりしちゃいますよねでもそう,いうそういう子たちがでも物がすごい作れるとか、えー、ピアノがすごいとかもう体力だなとかいう方いっぱいいるんで。うんうん どちらが素晴らしいではなくて両方すごいよねっていう中で早いうちから専門教育を選べるようにしかもそれがそのまあどうせ勉強できないんだろうじゃなくてですねすごいなってこうもの作れて俺は勉強だけど前まあすげえなーっていうそういう中でですね選,ば選んでいけるでそのためにはあのあのいわゆる普通教育ってあの日本では日本がすごく その率が高いわけですね。海外は専門教育もっと頑張ってるから変ですけど、こここそがやっぱり教える人も、あるいは設備的にもお金がかかるんですよ。大変なんですよ。ここがだいぶその薄くなっちゃってるというか、やっぱりそれは教育の現場が大変な部分の裏腹だと思うんで、やっぱり技術科の教員さんとか本当に不足してるんですよね。そういうのも含めますと、やっぱり私はあの早いうちからあのこう 未来のビジョンを持って子たちが選ぶ自分の強みを持って選んでいけるさっきちょっとおっしゃったマイスター制度ってのはまさにそれだと思うんですけどね自分は例えば自動車を作るマイスターだ別にですね別に一流大学出なくたってその自動車を作るマイスターとしてこの転職を持っていてこの人はすごい社会的に尊敬される人だってドイツってそうですからね。 お年寄りになったら日本の名校とかってやるわけですけど、うんそ,すね、その間どんだけその方がこの、はい、もう認められない中で頑張ってやってたかってそ,、ね、それじゃなくて最初から認めてあげましょうよ、ね、もうすごいなってそう,で、ね、でそうすれば若い子たちだって、えー、あれはちょっと勉強じゃなくてこっち行くわって言って多様なですねその子の生きやすさでもあり国の競争力もなると思いますし、うんうん、もう一つは私はあの背が高い。うん から結構いじめられたんですよねやっぱり人と違うっていうことをですねある、はいはちょっとだけ勉強できたんでしょうかねそれも含めてやっぱりなんかこう中学校小学校割といじめられたところがあってああそ,ででそれももしかしたらですよ頭がいいっていうことしか評価されない、うん、一つの表のれなんじゃないですかね、うん、不満の。あ うん、じゃあ俺はなんかその何だろうこうお手立てふせなんかできんだよって言ってどっちもすげえなって言うんだったらまた、ええええ、ね姉じめっていう意味でもなくな,なくなるというかあの違うんじゃないかなと思いますね,すね。自尊心が持てる分野がそれぞれ多様にあるっていうことが大事ですよね。うんそ,うん、そ,そして褒めて育てるね人<間>、ええ。人間って自尊心を失うと全部ダメになっちゃうっていう話があって、そ,<う>えー、そこのところですよね。ねはい、だからあのそういった意味での多様性ある、うん、多様な教育ってみんな言うけどじゃあどうやってやったらいいのかっていうのは、うん。うん やはりマイスターなマイスターみたいな一つの。うん 社会的に認知された仕組みを作っていくとかでですすねそうなん私今こうやってこの間もこうやってですね実は水野元イノベーションラボと勝手に名前を付けてですね社会に変革を起こすというかよりよい社会を作るための政策研究会とか言ってですね第2回目を行ってやったんですけど私は神奈川に場所をいただきましたから神奈川って技術ポテンシャルが大きな場所なので神奈川でみんなで集まってですねどんな研究機関があるんだどんな教育機関があるんだどんな産業があるんだ というのを少しこう整理した上でみんなでディスカッションしたどんなトックまあトックという制度自体は私はいいんじゃないかと思っていてただあのトックが全てがうまくいくのは難しいですから、はい、一回評価してですね、はい、うまくいってるところではもっと投資すればいいしちょっととなってるところはまた違うテーマで立ち上げていくとかですねちゃんとやってたらいいと思うんですけどじゃあ私たちが神奈川で。 どんなトックがあったらいいかというのをディスカッションして私はちょっとですねり教育とかですねね言ってみましたそれは企業さんも含めてですねある意味で企業さんも投資する形である意味あるいはインターンを受け入れるような形でこの地域で子どもたちがものづくりの道を堂々と選んでいくようなそういうものづくり教育トックでこういうようなトックをですあるいはですね今 JFE さんが功労を止めるわけで大島のところが まあどうななるのかなと、うん、まあ再エネの世界の話もちょっと水素エネルギーとか聞くんですけれどうん、うん、だったらこう SDGs アイランド構想とかどうかとかですねはい、はい、そんなことを言ったりしてうん、うん、みんなでディスカッションしていたんですけど,どでこういうのはもうやっぱり私たちは残念ながら今は野党なので、うん、自分たちがこう絵を描いたものをスッと通ることが難しいですけれど、うん、でも絵は描かなきゃ始まらないので,、うんでね、こんなことどうだどうだって言ってですね最後は超党派切れ ででも作ってですね、うん、でそういった形でものづくりの日本を押し上げていくぞっていうのをですね、うんうん、やりたくてそういう意味ではその教育っていう分野でも日本、うん、の日 まず神奈川で何ができるかなんていうのをちょっとしてまその上で水野先生の今までの JAXA での経験とかいろんなものがいきますよね宇宙教育の地域振興っていうようなことを例えば相模原でっていう話を実は元村翔さんにも「どうですか?」みたいな話をやってみたりですねそういった形で何かせっかく私は本当にいただいた大事な議席なのでそういった中ではこの3年間思いっきりですね いろんな提案をバンバン打ち込んで、うん、その中からこう、まあ、未来に向けた種をいくら撒けるか、でそのうち私もその3年を超えて何とかサバイブしていこうと思ってますけど、うん、いろんな芽が出てですね、うん、20年30年後に元気な日本に戻したいなと思ってます。はい、こうやってですね、あの私が言うのも変ですけれども、社会的ないろんな経験をした人がもっと国会に行けるようにすると、はい、こうやって活躍ができる議員が生 <laughs> ると。 いうことなんですよねはい、離婚居職制度もしっかり提案していきたいで、えー、そうですよ、ね、超党派で、うん、で普通の人たちが自分の問題意識を持ってこれを国政で実現しようという人たちが本来は政治家にならなきゃいけないという気が、はい、今日もね,でねお話しして非常に感じましたえこれからもご活躍祈ってますはい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございます